稼げる人と稼げない人っていうのが、はっきり分かれてしまっています。動画編集者っていうのが確実に増えているっていうのが、稼げれる動画編集者の3つの特徴。動画編集者だけで長期的に稼ぐのは、こんにちは、クリエイタージャパンの佐原舞です。今回のテーマはこちらです。2024年動画編集は稼げないについて思っている本音を言いたいと思います。はい、まあ、言いますっていう企画ですね。はい、というところでテーマをお届けしていきます。で、 LINE でよくある質問でですね、動画編集って、まあ、自分でも稼げますかとか、動画編集者が増えすぎて飽和状態というのは本当ですかというふうなね、ご質問をいただきます。で、そういった悩みを含めて今回の動画では、動画編集は稼げるのか稼げないかを知りたい方、動画編集の現状と今後を知りたい方、動画編集でこれから稼いでいきたいよって方、そんな方に向けて今からお話をしていきます。まず、動画編集を始めたいけれど編集者が増えてきていて飽和状態になってきているっていうね、お話をよく聞きます。まあ、結論から言うと、動画編集者は増えてきていて、お仕事を獲得する競争率っていうのは高くなっています。ただこれは他の副業でも同じことが言えてですね、アフィリエイト、プログラミング、ライティング、これらも今から参入するのはもう遅いっていうふうに言われ続けていました。まあ、でもずっと言われ続けているのに、まあ、なぜ、その副業はなくなっていないのかというとですね、実は稼げている人は稼げているっていうね、事実があるっていうことです。なので皆さんにはその稼げれる動画編集者になってもらうために、今日はどうすれば稼げれる動画編集者になるのかについて、具体的にお話ししていきます。ということで今日お伝えするのは、動画編集市場の現状、さらには稼げる動画編集者になるためには、そして長期的に動画編集者が稼ぐには、これらをですね、今からお伝えしていきます。タイトルを見て動画編集ね、始めたいと思っていたのにどうなのかなってちょっとね、不安であったりとか、まあ、怖い印象を、まあ、受けてしまった人もいるかもしれないんですけど、まあ、今回の動画は最後まで、見ていただければ、まあ、動画編集に挑戦するべきなのかが、分かりますし、まあ、さらには動画編集者として、具体的な稼ぎ方っていうのをここの動画の中でギュッとお伝えしていきますので、必ず最後までご視聴ください。ここで本題に入る前に大事なお知らせです。現在動画編集スキルを身につけて副業フリーランスを目指している方に、6日間無料の動画講座、さらには7大特典もプレゼントしております。そして LINE に登録した後に分かるサプライズ特典もご用意しておりますので、動画下の概要欄からクリエイタージャパンの公式 LINE に今すぐ登録をしてください。それでは動画編集者の本音を皆さんにお話ししながら、稼げる動画編集者になる方法をお伝えしていきます。まず動画編集者の現状についてなんですけど、結論から言うと、どん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 拡大していく市場となっています。その理由として、動画広告市場の市場規模の推移っていうのがあるんですけど、こちらを見ていくと把握することができます。で、こちらね、今ちょっと皆さんに見ていただいているんですけど、2023年までが確定している値で、2024年というのが予想値になってきます。はい、2024年以降ですね。このデータを見ていくと、2022年というのは5581億円だった市場規模が、2023年にはですね、なんと6253億円になっていて、1年間で 1.12 倍成長していることが分かります。また今後もですね、かなり右肩上がりに市場規模っていうのは成長していて、2023年から2027年の間で約 1.64 倍の成長をしていくっていうことが、このグラフからですね、分かります。動画広告市場が拡大するということは、 YouTube などの広告動画などでプロモーションをしたいというね、企業さんが増えていることになります。はい、ここ数年で企業さんがですね、 YouTube で広告を出したり、 YouTube チャンネルを、まあ、自社で立ち上げたいなっていうふうに言われているお話はかなりよく聞きます。皆さんもね、日常的に、まあ、YouTube 見ている中で間でね、広告が挟まっていると思うんですけど、まあ、かなり YouTube の媒体を意識した広告っていうのが増えていますよね。そのね、背景にはこういった市場の規模の拡大が理由にあると言われております。
まあ、ただこの市場が拡大していっても、まあ、それに伴って動画編集者も増えていくっていう風になると、あのお仕事を、ね、獲得することできなくなるじゃんっていうふうにね、あの懸念する人も、いると思いますが、あの、まあ、現にですね、まあ、市場の伸びなどに察知をして、まあ、動画編集者っていうのが、あの私が始めた当初より もう全然あの確実に増えているっていうのが、事実としてあります。まあ、ただ皆さん安心してください。まあ、今ですね、あの市場の拡大に伴って動画編集者はどんどん増えていますよっていうふうにお伝えしたんですけど、まあ、今現状でもですね、動画編集の市場に対してあの足りていないっていうふうなあの現状なんですよね。で、私自身もこういった動画をあの編集者にお願いさせてもらっているんですけど、あの編集者さんがですね、まあ、足りてないなっていうふうに感じています。あともう一つの懸念点を挙げるとしたら AI の台頭だと思います。はい、まあ、これに関しては例えば簡単なカット編集やテロップ挿入というのはもう AI で自動化されていく可能性は あると思います。まあ、実際にあのそういった、ね、AI もどんどん出てきて、あの今私話しているのをプレミアプロっていう動画編集ソフトに読み込んで自動文字起こし開始っていうのをすると、もう自動で今私が話してるのがバーって出てくるんですよね。まあ、そこの精度に関してはやっぱり、ね、微調整はもちろん必要なんですけど、まあ、それでもあのすごく画期的ですよね。今ねお伝えした通り、やっぱりあの微妙な、まあ、空気感のこう伝え方であったりとか、まあ、人間の感性で、まあ、必要な部分っていうのは現状 AI であの表現することはできないんですよね。はい、で、まあ、直近で、まあ、動画編集の全てが AI にとって変わられるっていうことではなくて、今後 AI で処理できる部分は AI でやってもらって、で人間が処理しなければいけない部分は動画編集者が処理するっていう風な感じになっていくと思います。まあ、むしろ AI を使ってあの簡単な作業を任せることができれば、まあ、動画編集者としての時短につながってもきますし、かなりメリットとしても大きいと思っています。今お話しした中で改めて皆さんに言えることというのは、市場規模の推移などを総合的に考えてみると、カット編集のみなどの簡単な動画編集以外はしばらくは飽和することはないと考えていいです。むしろ今後も副業などでできる動画編集者のお仕事っていうのはどんどんですね増えていくと思います。今動画広告市場でお伝えした通り、動画編集者には需要があり、まあ、稼げる市場にはなっているんですけど、やっぱりですね稼げる人と稼げない人っていうのが、はっきり分かれてしまっています。まあ、言うならば動画編集者の二極化が進んでいるっていうことですね。動画編集者が増えていけばいくほどですね、動画編集者としての質というのが、求められることが多くなっています。じゃあどうすれば稼げれる動画編集者になれるのかというところがね、あの気になると思いますので、稼げれる動画編集者の3つの特徴というのを今からお伝えしていきます。まず1つ目はこれはね基礎的な部分ですが、動画編集が一通りできるです。で2つ目が積極性がある、3つ目がコミュニケーションが適切にできるです。この3つをもう少し深掘りしてお伝えしていきます。まず1つ目、動画編集が一通りできるについてお話ししていきます。先ほどですね動画編集の二極化ってお伝えしたんですけど、この二極化の要因1つ目としてですね、編集単価の価格競争っていうのがあります。はい、これはですね同業他社との差別化を図る方法として、まずは実績を得たいっていう風な感じで、まあ、意図的にやっている場合も、もちろんあるんですけど、そうではなくですね、自分の編集レベルで、お金はあまりもらえないなという理由から、低単価で、まあ、提案してしまっているっていうねお話を聞いたことがあります。また部分的な編集ですね、こういった話している、まあ、間でいらない部分とかあるので、そういった部分をカット編集する、まあ、カットのみであったりとか、まあ、簡単なテロップを挿入するのみっていう風な、カットのみ簡単なテロップのみだけの、お仕事をですね請け負っているっていうお話もよく聞きます。でこういった、お仕事の受け方っていうのは、あの自分の編集レベルっていうのを上げていくことができずに低単価の仕事しか受けられないっていう状況が、続くため、稼げない動画編集者のまま疲弊してしまうっていう風なね、原因になります。
そうならないために自身のね、動画編集スキルを、一通りですね身につけて、まあ、こういったね YouTube の編集であれば、全て任せることができますっていう風なね、スキルをね身につけることできると、まあ、自分の自信にも、つながりますし、動画の単価っていうのも、必然と上がっていくので、まあ、そういった部分で部分部分でお仕事を受けようのではなくて、まあ、こういった編集もまるっと受けようことができる編集者を目指してください。2つ目、積極性があるについてお話をしていきます。まあ、これはねどういうことかというと、動画編集スキルを身につけただけでは、お仕事をですね実際にこなしていかない限り、いつまで経っても稼ぐことはできないです。実際に動画編集スキルを使って、まあ、編集者で稼いでいる人たちというのはやっぱり未経験だったりとか、まあ、自信があまりない状態だったとしても、積極的にですねお仕事を受けているように感じます。で、私も最初はですね本当にこう何もわからないゼロの状態で、スタートして、まあ、不安を抱えながらですねいろんなことに、チャレンジして今があるっていう状態なんですけど、まあ、皆さんもですねもちろん最初不安だと思うんですけど、まあ、今ねもうめちゃめちゃ便利な時代じゃないですか。ネットで調べたらたくさんの情報があって、わからないことがあったとしても、まあ、調べたらなんとかなるし誰かに聞けばなんとかなるぐらい の意気込みでお仕事をしていただければ、スキルも自信もですね、身についていくことができます。まあ、こういった積極性を継続的に実施していくのが稼げる動画編集者の特徴の一つだと思います。で、今ね調べたらなんとかなるとか誰かに聞いたら分かりますよっていうふうにお伝えしたんですけど、まあ、今ね皆さん動画編集者として稼いでいく上でやっぱり分からないことたくさんあると思うし、まあ、逆にねもう情報ありすぎてわからないっていうこともあると思うので、まあ、そういった方はお気軽に LINE に登録していただいて今困っていることをメッセージしていただければ、まあ、本当に一人一人メッセージさせていただいているので私を頼っていただけると嬉しいです。はい、まあ、たまにねなんか本当にサハラさんなんですかって言われたりするんですけど本当に私返しています。はい、皆さんのご連絡お待ちしております。3つ目、コミュニケーションが適切にできるについてお話をしていきます。これに関しては割とね当たり前のことになってきたりはするんですけど、ほうれん草ができる、敬語が使える、クライアントさんの工数を減らすコミュニケーションを心がけるなどですね、ビジネスにおいて、最低限必要最低限の、マナー的な、ものになります。で、動画編集を依頼する人というのは、プロにお願いしたいからっていうね人ももちろんいるんですけど、やっぱりこう忙しいからお願いしたいっていう風な、人もいるんですよね。まあ、そういった理由から、コミュニケーションコストがかかってしまう人っていうのは、まあ、制作のクオリティが高くても、まあ、ちょっとね、敬遠されがちな、傾向にあります。でも逆に言うと、クランズさんの時間を奪わないコミュニケーションをすることができて、丁寧な言葉遣いでほうれん草もしっかりできる人だと、それだけで選ばれる理由になります。はい、やっぱり人柄とかマナーがいい人というのは、長くお付き合いしたいと思われるので結果的に稼げる動画編集者になります。次に長期的に動画編集者が稼ぐにはっていうところでお話ししていこうと思います。で、本音を言ってしまうと動画編集者だけで長期的に稼ぐのはほぼ不可能に近いです。はい、今ねどうしてっていうふうに思った方いると思うんですけど、まあ、ちょっと待ってくださいね。今からお話しします。で、動画編集だけっていうところが、すごく重要になって、くるんですけど、まあ、要するに動画編集と掛け合わせて何かスキルを、身につけていくことっていうのがすごく大事、重要です。はい、で、先ほど動画編集者っていうのは足りていないし、まあ、今後も需要があるっていうふうにお伝えはしたんですけど、まあ、それは間違いないです。まあ、ただですね、自分自身の市場価値っていうのを上げる意味でもですね掛け合わせたスキルっていうのを、身につけた方がいいっていうことですね。まあ、例えば YouTube の市場で具体的に言うとですね、動画編集×デザインだったら、サムネイルとか、YouTube のチャンネルバナーとかですね、あとはねこういった動画の世界観とかもねデザイン力とか必要になってくるんですけど、そういった部分のデザイン面のお仕事の提案することも可能です。次に動画編集×撮影であったらですね、まあ、こういった今私もカメラセッティングして一人で、ね、撮影しているんですけど、撮影から編集までのお仕事っていうのを提案することも可能です。
さらには YouTube を利用して自社の販売促進っていうのをどん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 ですねしたいと思っているクライアントさんであれば、動画編集かけるLINE 構築代行っていうお仕事でですね、チャンネル設計から販売の動線っていうのを構築することも可能です。このようにクライアントさんからですねお仕事を巻き取ってあげて、クライアントさんにしっかり満足してもらうことができると、必然的に自分も稼ぐことができる状態になります。はい、もう欠かせない人になってきますよね。はい、でなんで、自分のですねスキルをどん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 広げながら、新しいことを学んで、成長していくことができると、結果クライアントさんに喜んでもらうことができて、長期的に稼げれる動画編集者になることが可能です。特にこれからの時代、向上心を持って新しいスキルや知識を身につけていかなければ稼ぐ力っていうのが上がっていくことはないです。なのでこの動画を見てくださっている人には、やっぱり長期的に稼げる人になってほしいので、皆さんはこれからですね新しいスキルを身につけること、そして知識を身につけていただいて、自分自身の市場価値っていうのをどんどん上げていくっていうことを意識してトライしてください。で特にこの動画を見てくださっている人は動画編集にすごくね興味を持っている人だと思います。はい、で私もねすごく魅力的なお仕事で、もうめちゃめちゃ楽しいお仕事なので、ぜひね挑戦してほしいなと思っているんですけど、さっきもねお話しした通り、今動画広告の市場が上がっているっていうのもありますし、私もいろんな動画編集者を求めている状態だったりするんですよね。なんでいろんな動画編集者を、さんを探していく中で、やっぱりですねいろんな業務を巻き取ってくれる人っていうのを求めている感じですね。なんでここだけしかできないですっていう風な感じじゃなくて、例えばサハラさん、こういったところ困っているんじゃないですか、僕こういうことできると思うのでやりますよみたいな感じで、提案してくれる人がいたら、そうなのみたいな感じでお願いして、じゃあその分の費用プラスしますねっていう感じで、もうお互いウィンウィンじゃないですか。私は時間が欲しい、でもその編集さんっていうのは、もっともっと単価を上げていきたいっていうふうに思ってる中で、やっぱりすごくいい関係を築くことができるので、今ねこれを見てくださっている皆さんに、動画編集者になっていただいて、スキルをですねどんどんこう広げながら、長期的に稼げれる編集者になっていただけると私も嬉しいです。そこで現在クリエイターズジャパンでは、動画編集スキルが学べるプレミアプロ講座、アニメーションスキルが学べるアフターエフェクト講座、写真撮影スキルが学べるフォトグラファー講座、さらにはですね案件獲得術までを学ぶことができる案件獲得強化プログラムっていうのをリリースしております。でもちろんですねやっぱり学びに行くっていう風になると ある程度お金はかかって、しまうんですけど、やっぱりスピード感を持って学習することができますし、何よりも活躍している動画編集さんとつながることをできるので、本当に、困った時に支えになってくれるし、逆に案件とかも紹介ねしてくれたりとかもするので、もちろんねお金をかけずにコツ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 やっていきたいよっていう方にはその道でいいと思うんですけど、スピード感を持って確実に成果を求めているよっていう方は、ぜひねクリエイタージャパンちょっとね覗いてみていただけると嬉しいです。皆さんいかがでしたでしょうか。今回は2024年動画編集は稼げないについて思っている本音を言いますっていうところでお話ししてきました。動画広告市場の現状、さらには稼げる動画編集者になるためには、そして長期的に動画編集者が稼ぐにはっていうところですね、お話ししてきましたが、皆さん今回聞いていただいて何か思ったことあればですね、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。でですね、やっぱり実際に動画編集のお仕事を、しかり、世の中にはいろんな副業がありますよね。本編でもご紹介しましたけど、プログラミングとかライティングとか、デザインとか幅広く副業がある中で、この動画編集が私おすすめしている理由が、結果を出すスピードが圧倒的に速いからっていうのがあるんですよね。はい、スキルの習得のスピードも速いですし、結果にもつながりやすい、この2つがかなりおすすめポイントとなっております。で最近ですね、実際にスクールの生徒さんで、こういった報告をもらいました。
こちらです。お疲れ様です。パソコンすら未経験から学習させていただき、2週間初案件を獲得できました。これからもよろしくお願いしますっていうところでですね、すごいですよね。結構ね、私たちのスクールでパソコン買ったことなくてっていう風な感じで、Mac のねスペックとかもよく相談させていただいたりもするんですけど、もちろんねこの方の努力あってこそなんですけど、本当に挑戦して、自分で頑張れば、行動したら必ず結果ってつながってくるんですよね。そこに対して、自分が自分を信じて行動できるかできないかだけだと思うんですよね。私もいろんなことに学び、お金を使ってきたタイプなんで、お金をねこう今失ったら怖いとかっていうのはもちろんわかるんですけど、でも今目先のお金っていうのを気にして何も挑戦しないよりはですね、未来の自分にかけてみて、挑戦してみた方が絶対にいいなっていうふうに思っているので、今回ね動画見ていただいて、ちょっとでもね動画編集興味あるな、やってみようかなっていうふうに思った方はですね、ぜひ私たちのスクールですね、見ていただけると嬉しいなと思っております。でもっとね詳しく動画編集についてね学びたいなっていうふうに思っている方に、こちらですね、はい、現在クリエイターズジャパンの公式 LINE に登録をすると、なんと豪華スペシャル特典を無料でプレゼント中です。初めての動画クリエイター入門書、動画クリエイター用語集シート、初めての案件獲得チェックシート、テロップテンプレート50選、ビフォーアフターで学ぶサムネイル講座、事例でわかる X 運用講座、ポートフォリオ動画の作り方講座、さらには登録してわかるサプライズ特典もご用意しておりますので、受け取る方法は動画下の概要欄にあるリンクをクリックするだけです。これだけで豪華特典を受け取ることができます。さらにはですね、限定的なキャンペーンやセミナー情報もお届けしておりますので、皆さん必ず登録してください。皆さん LINE にお友達登録することできましたか？で、この LINE に登録していただいて、さっきのねお伝えした豪華特典もしかり、キャンペーンの情報もそうなんですけど、直接私にですね質問することも可能です。はい、なんで今動画編集興味あるんですけど、こういう状態でそれでも稼げますかっていうふうなお問い合わせであったりとか、例えば今持っているパソコンあるんですけど、これ動画編集使えますかみたいな質問、何でもいいので、ぜひお気軽にご連絡ください。で、今後もですね皆さんのお役に立てる動画をお届けしていきますので、今日の動画が良かったよ、役に立ったよっていう方はいいね、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。過去のね動画も投稿しているので、ぜひそちらも合わせて動画チェックしてください。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。皆さん LINE 登録お待ちしております。